ちょっと待って、色だけつけてから話しますね。はい、ということでですね、なんとね、さっき知ったんですけど、9月にビスイベントに参加させていただいてて、つい最近、決勝、昨日までか、昨日、27日、おととい、あ、ちょっともう日にちの感覚がわからない、昨日、もうでもね、最近まで決勝戦も行われていたビスイベントの審査員特別賞をいただきました。ありがとうございます。びっくりした。もうなんか全然なんだろうね、突然の発表で、いつそれが発表されるかとかも分かんなかったし、なんならその自分がそれに選ばれてることも何も知らなかったので、そう、もうそう、そうなんですよね。でもなんか本当にそう、雑誌にミスの春号に掲載していただけるのかな、そんなようなことが書いてあって。そう、本当に全然なんかさ、大体そういうのって、そういう賞をいただいたこととか、まずそういうイベントにまず参加することもそんなになかったから、スタッフさんが先に知ってて、それでスタッフさんから聞いてて、みんなに知ってる状態、ユーハ知ってるけどみんなは知らないっていう状態で、嬉しいお知らせあるんだよね的な感じで言うのかなって思ったら、本人もみんなと同じタイミングで知るっていう。だし、なんならみんなの方が全然早かった。でも、もうみんなに教えてもらってやっと知ったので、そう、びっくりした。嬉しい。本当にね、なんかやっぱみんなで頑張った期間がこう形になるのがすごい嬉しいですし。嬉しいです。今把握した。そうだよね、だってそう、全然まだ、なんだろう、そのショールームのイベントページでお知らせ出てて、それだけなので、出てるのかね。イベント参加してよかった。本当にそうだね。なんかね、自分も結構スケジュール的にも大変だったし、みんなもすごく頑張ってくれていたけど、ちょっと悔しい結果にはなってたので、そう、でもね、嬉しいですね。もうでもあれが2ヶ月前のことだと思うと怖い、早すぎてびっくりしちゃう。特別賞おめでとうございます。ありがとうございます。そうだね、誕生日、まあ誕生日の時だったのか。そう、なんか本当にもうね、濃すぎて、期間。誕生日も迎えてたのか、イベント中に。全然
覚えてないわけじゃないけども、なんか遠い昔の記憶に感じています。そうだね、めっちゃ久しぶりのポジションをやったり、生放送があったり、おしゃべり会があったり、自分の生誕祭もあったのか、誕生日の日に生誕祭があったから、そっかそっか。そっか、嬉しい、ありがとうございます。改めて皆さん本当に一緒に頑張ってくれて、3月発売の後なんだね。イベントをさりげなく応援してるうちに好きになったかもです。うわー嬉しい。そう、そう言ってくださる方がいるのもやっぱりイベントに参加してよかったなって思える理由の一つにもなるから、すごい嬉しいです。ありがとう。そうだね、そう、話はまた変わるけど、アイドルファイルさんも今日発売で、あの新潟は多分今日じゃないんだけど、今日じゃないし土日を挟むからもっと空いちゃう、いつ発売なのかちょっとわからないんですけど、あのちゃんとした発売日は今日なので、もしもうすでに見てくださってる方がいらっしゃったら嬉しい。月曜日届く予定。おお。ネットで買うのが一番早いかな。みゆみゆさんと二人で撮っていただいたり、あと一人でも撮っていただいて、いただいたり。すごい本当にね、写真を見てもらえば分かると思うけど、本当にファンキーな、絶対に普段じゃやらない髪型とかスタイリングなんていうの、お洋服とかもすごいかっこいい、かっこいいお洋服、時間かかってそうな髪型。そう、あの髪型はすごく時間かかったよね。すごい、もう自分でもわかんない。だってこっから髪が生えてたし、なんかお団子からもピュ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 ってなんか出てたりとか、でも後ろにね、多分さっき写真を見てて思い出したんだけど、ちょっと長いでかいリボンがついてた気がするんだよね。後ろの写真があんまりなくて何もわかんないんだけど、靴もこんな厚底だった本当に森なしでこんな厚底だから、みゆみゆさんと並んでも身長があんまり変わらない。それでも越せなかったんだけど、本当本当見て見て、
靴厚底すぎて靴だけで写真撮ったもん。あ、ごめんこんな嘘かも。でも本当に重いし暑かった。こんなはあると思うんだよね。わかる。なんか全部反射して何もわかんないね。送るね、じゃあチャットに。こんなだった。でも本当にみゆみゆさんとの差を見ていただければ厚底なんだなってわかると。あら、11月の生写真出たの？そうなの？いろいろお話しすることがあるね。そうで、なんか本当になんかね、このアイドルファイルさんで着させていただいたお洋服もここに、なんか斜め掛けでなんかベルトみたいなのをかけてると思うんだけど、あれ、ああいう使い方じゃなくて本当はベルトなんですって。ベルトをそうやって斜めにかけて使うっていうのを初めて知りました。それも送りたいんだ。わからない写真だ。おしゃれな、そう、おしゃれな使い方でした。だってもうベルトの使い方が何、なんか普通ベルトってこうさ一周あって、ここになんかベルトループがあってここに通すじゃない。今写真見てわかったけど、なんかこうしてこうして斜めに刺さってるベルトループに。固定概念に縛られてはいけない、そういうことですね。まあぜひチェックしていただけたらいいなと思います。オフショットはあんまりないんだけど、見つけたら送ります。12月1日久しぶりにユーハさんに会える。おお、お待ちしてますよ。チャンピオンベルトは肩にかけないですでも本当になんかチャンピオンベルトみたいな太めの、可愛かった。今何しようと思った。あ、生写真。そんなに太くはないけど、なんかごつさで言ったらそんな感じ。チャイナが出たのね。なるほど。
話すことがいっぱいあって、そしてユーハのスマホはいつもオフィシャルグッズストアを読み込めない。あ、チャイナとダイナーですね。チャイナの生写真はなんとゴールドチャイナ服、あんまり見かけない。靴まで金ですね。チャイナとダイナーシャレなちょっとわかる。ちょっとね、名がかかっちゃってる。ごめんなさい。ごめんなさい。福袋は気になる。福袋って出てるのかな。ちょっとまずは生写真からいこう。ダイナーはね、ダイナーをするためにハーフツインにしたと言っても過言ではないような感じ。今回の生写真撮影、髪型を一回だけ変えれるんだけど、ダイナーのためにハーフツインにしました。金色似合う、ありがとうございます。これがあの噂のくしゃみ噂のくしゃみですよ。福袋のないんだね。なるほど。そうか、髪型もっと見たかった。そんなに変えられなくて生写真撮影。チャイナ、頭に何かつけてる。チャイナはなんかチャイナのかザリ。今年ハーフツイン多いよ。確かに前回の生写真撮影もハーフツインして、今回は本当にダイナーにはハーフツインするって決めちゃったからハーフツインになっちゃった。あとまあそのコンセプトに合わせるとなるとそうなることが多いね。なんか帽子とか撮影、生写真撮影ってそう帽子とか被らなきゃいけないとかになるから、ポニーとかそのいろんな服に使える髪型で考えると全然レパートリーがなくなっちゃうわけですよ。ダイナーとチャイナーぜひゲットしてくださいね。靴底すごい。そうでしょ、靴本当にね。そう、着替え大変で。そうなの、結構短い時間で
着替えなきゃな。特別賞おめでとう、ありがとうございます。ありがとうね。縦のストライプ柄だと60年代 USA なんです。 USA ダイナーって何？アメリカのなんだっけ、出てこない、メイドじゃなくてウェイトレスさんか、合ってるよね多分。アメリカのそうだよね。そう、ちょうどこの撮影ぐらいの時にあのイコールラブさんのこの間歌った仲直りシュークリームのミュージックビデオが公開されてて、そこでダイナーの服着てて、あの結構ハーフツインしてるメンバーさんが多かったから、ハーフツインしたいなって気持ちになりましたっていう、それそんな単純な理由でもダイナーって可愛いよね。めっちゃ初期入ってすぐ一番最初の生写真撮影の時もダイナーの衣装があったんだけど、その時は水色に黄色のダイナー、水なんて言ったらいい、水色と黄色の色合いのダイナーの服だったから、そうそう、でポニーだったから、でマジで初期すぎて本当にメイクとかもしてないんじゃないかくらい本当になんかめっちゃ一番最初のもっと可愛くできたんだろうなって思うような感じだったから、あの今回のダイナーはやりたいようにやりました。写真もねないんだよね、その時まだスマホをあのお仕事中に使えなくて、自撮りとかもなくて、あるかな、でもねスタッフさんが撮ってくれた写真があるかな。マジで最初初めての生写真撮影、恥ずかしくて見せらんないって言いながらも探している。うわあ、ないかな。だけど会ったけどちょっと見せなくないチャットにでも送るね。じゃあ明日隣にはリリノがいます。有料会員で、あ、ちょっとここではちょっと見せないにしときますわ。まあでももうすでに全国公開されてるので多分調べれば出てくるよ。どうだろう、過去の生写真で、でもあんまり見かけないか。
ないかもだけど、まあチャットにじゃあ来るね。なんかね、あれなんですよね。なんだろう、初期はすごく男の子っぽい顔してる。わかんない、メイクかな、キリッとしてる。ポニーテールもストレートだったし、前髪もなんかシャッシャッシャッって感じだったから、シャッシャッシャッって感じだな、ようわかんないけど、やっぱミスでいい派みたい。ありがとうございます、嬉しい、みんなのおかげで。メイク全然違う、なんか全然違うどころか、マジ多分してないくらいのレベルのメイクしかしてなくて、逆に何をしてたんだろうなって。あ、なんかその当時の写真、最近さ、あの振り返ることがよくあって、あのなんだっけ、公演デビュー2周年とか、そのくらいの写真、あ違う、2周年があったから、あの劇場の初日の日の写真を見てたんだけど、その時もすごいメイク薄くて何もしてないんじゃないこの人って思いましたよ。グッズストアでハッシュタグで見れた？見れちゃうって、見てみてください。じゃあ NGT48 のオフィシャルグッズストアのハッシュタグで過去の生写真も見れますって。さ、興味がある方はぜひ検索してみてください。垢抜けたし美人になった、ありがとうございます、嬉しいです。初期のグッズほぼノーメイク、いや本当にそう、よくさよくあれで出てたなって。いやでも当時の自分にとってはすごくメイクしてたし、すごくではないけど、なんかメイクと呼べるほどのメイクをしていたつもりだったし、なんかその最初にメイクの練習じゃないけど、なんかねそういうのもやってて、マネージャーさんにチェックしてもらってたけど、全然何も、あのもっと濃くした方がいいとか薄くした方がいいとも逆に言われずって感じだった。でもだからそう考えると、本当に今の4期生とかすごいメイク最初から上手だなって思うし、みんな可愛いなって。はそれをういういしいという、そうだね、ういういしいっていうのか、それをね。まあね、その時はその時のやっぱ良さがあるし、今は今でね、いいですかね。いいですかね。うさぎとかサッカーのとか好きでした。あ、そう、そこはねもう割となんかいい感じ。あとその生写真すごく髪型が漏れてて、なんかメイクも漏れてて、結構その生写真撮影の時の自分の顔はいい感じです。2回目の生写真撮影かな。ミハピこんばんは。こんばんは、初めて呼ばれた名前。人は毎日変わっていくからね、名言ですね。いいね、そうだよ、毎日変わっていくからね。そうね、メイクね。でもメイクの加減も分かんなかった、なんか限度メイクの限度なんていうの、メイクの、そうメイクの加減も分かんなかった。
いな魔女も届きました。おお、よかった、やっと届いたんですね。ハロウィン、ハロウィンももう1ヶ月経つんだ。さじ加減、さじ加減か。毎日可愛い、ありがとう、嬉しい。でも割とそのなんだろう、中学生とかから全然メイクは興味あったんだよね。それなのになんかいざやるとなると違うし、やっぱりその撮影とかってすごい光を明るくしてもらうから、そういうのでも飛んじゃうんだなって思って、思った。普通の、普通に生きてる人のメイクとは違うんだなとは思ったけど、でもそんなこともないか。今になっちゃう、今は結構やっぱさ TikTok とかもあるからね、濃くなる、濃くなるというか、普通に、普通のアイドルとかじゃない、普通に過ごしている人とかも結構いろんなメイクしているイメージ。コキともつなべ行った、全然ゆっくりできる時間とかでもなかったけど急遽もつ鍋来ましたよ。ゆはは一回もつ鍋行ってたけど、ゆな行ってなくて、もつ鍋めっちゃ行きたいって言ってたから行ってきた。前はみゆみゆさんと磯と萌えと4人で行きました。もつ鍋めっちゃ美味しい。その4人で行った時のもつ鍋が人生初もつ鍋だったんだけど、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいけど、なんかもつ大好きなんだけど、もつの過剰摂取してるんじゃないかってくらい、あのもつ食べてて、あの改まるとびっくりしちゃう、もつの量に。なんか新潟駅のもつ鍋屋さん、新しくできたもつ鍋屋さんなんだけど、そのもつ鍋屋さんセット、なんかセットで頼むと、もつ鍋もつ鍋、なんだっけ、すもつと、なんだ名前が出てこない、馬刺しじゃなくて、馬刺しかな、馬刺しじゃなくて、ちょっと調べる、それももつかな。なんかね、とにかくもつをたくさん食べ過ぎて いるんですよね。なんて言うんだっけ、馬刺しじゃなくて、馬刺しだった、馬刺し、馬刺し、そう。もつ鍋のもつだけですごい大量なのに、馬刺しじゃなくてすもつ、すもつも食べてて、で馬刺しもあるから、本当になんかもう食べ過ぎ、もつなんかやばい、もつ食べ過ぎてるって冷静になってこう見た時、そうそうそう、馬刺しはめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。馬刺しはモツじゃない、そう、馬刺しはモツじゃないかったけど、あの本当にスモツの量も結構多くて、なんかちょっとおつまみみたいな、ちょっととかじゃなくて、結構やり守りで
2人前でも山盛りできてびっくりしちゃう、びっくりしちゃうっていうか全然食べれるんだけど、その自分たちの持つの、あの摂取量にびっくりしちゃう、びっくりしちゃった途中で。最初はもう幸せだね、美味しいねって言って食べてたけど、途中で持つの量やばいこれこれ持つの過剰摂取してるよねうちらね今って、感じだった。でも本当に美味しいよ、びっくりしたもの食べる、うん、びっくりしたもの食べますよ当たり前。もつの摂取に不安にならない、いやなんかもつね、まあ、多分いっぱい食べ過ぎ、まあ、何でもごともいっぱい食べ過ぎっていいことはないんだけどさ、でもまあ幸せならいいか、ね、もつは美味しいです。あとはそうだそうだそうだ、昨日おととい昨日昨日か、もうさ日にちのか昨日ですね、萌と二人であの経典さんに行ってきました。萌が王子園に来てくれて、もつと一緒に、そうもつと一緒にね行ってきました。はい、もつ鍋つながりで、あそうそう、それもお話ししたかった。そうなの、なんか萌がメフェス行きたいってずっと言ってて、行こう行こうって言ってたけど、さすがにおじや遠くて行きたいってなってもう来れないよなって、あの行きたい気持ちはあっても本当には来ないかなって思ってたけど、本当に来てくれて、わかる、もっちゃんが誘うなんて珍しい、本当にそうなの、もっちゃんがそうやってご飯行こうとか誘ってくれることって本当にめったになくて、これはあの悪い意味とかじゃなくて、なんていうの、なんだろうな、あんまりそう萌は人を誘うタイプではないから、すごいびっくり、嬉しくて、あとあんまり多分ね自分でも言ってたけど、あんまりさ外でご飯とかもそう食べなくて、結構インドアなんだけど、なんとね誘ってくれておじやまで来てくれて、そう嬉しい、嬉しかった。でしかもまた珍しいのは、萌はどちらかといったら和食派だと思うのに、ラーメンを、そうメンフェスでラーメンに、ラーメンの美味しさに気づいたみたいで、経典さん、そうなんかお蕎麦かラーメンかどっちにするってすごいめっちゃ悩んでたんだけど、ちょっとラーメン行きたい、萌がラーメン行きたいっていうことあるんだって思ってびっくりした。ラーメン行きたいってね言ってくれて、そう蕎麦かと思ってた、うん蕎麦だと思った。あんまりガツガツしたものを萌が食べてるイメージがなくて、ユーハに合わせた、どうだろう分かんないけど、そうじゃない気がする、分かんない。萌が一晩寝ても経典さんのことが頭から離れなくて、経典さんに行くことにしたのですごい悩んでいろいろ考えて、うん、昨日はだから萌と二人でおじや旅をしてました。昨日萌がもう多分すでに配信で話してたかもだけど、帰り道は経典さんからおじや駅まで
歩いたの。そう、よく歩いた。そうだよね。なんか結構昨日天気予報悪くて、長岡新潟とか本当に警報出るくらいの雨だったと思うんだけど、小千谷だけすごい雲が、雨雲レーダーでちゃんと調べて雨が降らないことを確認して、あのね、ずっと小千谷だけ雲がこうなくて、こう他のところには雨雲がかかってるのに、小千谷だけこう綺麗に避けてて、マツコさんが晴れ女なのか。いやでもなんか自称最近風女って言ってましたよ彼女は最近私は風女なんだよ、ユハは雨女だよって言って、じゃあダメじゃんねダメじゃんね、二人じゃダメだねって言ってたけど、雨にも降られず、風もそんななんかずっと吹いてたわけじゃなくて、拠点から歩く人なんかいない。そうかな。でも本当になんかそう、拠点さんの店長さんもすごいファンの皆さんのことを嬉しそうにお話ししてくださいましたよ。いっぱい来てくれて嬉しいって。てかめっちゃ美味しかった。全然話飛ぶけど、めっちゃ美味しくてびっくりした。どこか寄り道しなかった、しました、駅で。靴は歩ける靴だった。うん、歩ける靴で歩くかなってちょっと思ったから。そう、ラーメン食べてお腹いっぱいの状態で歩いて、すごいいい散歩になったよ。そう、駅前の和田さんかと思いきやカフェに。そう、ちょっとやっぱり2杯目に行くお腹は空いてなくて、でもまあ頑張れば2杯目いけるかなっていう感じだったけど、ちょっと胃は弾き切れそうだったのでって言いながらもカフェに行きました。駅前のカルチョフィさんっていうところ、すごくおしゃれなパフェ食べた。そう、めっちゃ美味しくて、ずっとなんかそれこそユーハより先にファンの方が行ってくださってたりとかして、すごい美味しいんだよっていう話をいろんな人、家族とかからも聞いてたので、早く行きたいなって思ってたけど、なかなか一人で行けないくて、コーヒーパフェをいただきましたよ。めっちゃ美味しかった。やっぱ甘いものは別腹だねそう思った。アルペジオさんとすごい悩んだんだけど、萌えに全てを委ねた。ユーハはおじやだからいつでも行けるから、萌えが行きたい方に行こうって言って、萌えもすごい悩んでたけど、でもね、めっちゃいい旅だった。やっぱりさ、なんだろうな、その普段自分が過ごしている場所だけど、普段過ごしている風景すぎて、なんだろうな、当たり前の風景だから新しく気づくこととかってないんだけど、
前と一緒に歩いてたらすごいなんかあここもそういう風に見えるんだとかなんかね新しい新たな小千谷の良さに気づいた。なんて言ったらいいかな、歩くと気づくことなんだろう。そう一人で歩いてても気づかないんだよね。うんそうだね、もちろん特に感性豊か。そうそうふるさと再発見ってやつ、そんな感じですね。なんか本当にそう本当に当たり前の風景だから全てが。だからなんか当たり前にいいところにいるんだなっていうすごいありがたみを感じました。あと歩く日和ですごい良かった。本当に何度も言うけど市民会館のスペシャルアンバサダーコーナーがすごくてびっくりしました。そう本当にねたくさん飾っていただいてて、なんかしかも模様替えもちょっとしてくださったのかな。あのなんだっけ公開収録の時の写真を追加してくださったみたいですごい嬉しいですね。まさかなんか市民会館がそんなイハの写真とかを飾っていただける場になると思わなかったからびっくりして、ガチャの引き換えのタイミングで、うんそうだね、そうガチャの引き換えが市民会館でできるのでその時にぜひ見に行っていただけたらいいなって思いますね。嬉しいよね。本とかの自筆メッセも必見です。そうだね本とかにもあの勝手に書いてきたんだけど勝手にあのおじゃの好きなところとか書いて貼ってあるので静かに探してみてください。静かにうんそうあれ勝手になん勝手にっていうか普通にあの誘発として貼ってきた。一般市民として張ってきました。なんで静かにあのシャーシャーあのシャーってあのあれだからです。なんですか、図書館だからですね。図書館でなんかそのそこ張ってある場所はちょっと奥まってるじゃないけどなんて言ったらいいかな、ちょっと別室のようなところに感じてなんか落ち着いちゃって、まあみんなあんまり一人で行かない、あ一人以外で行かないか、一人で行くことの方が多かったら大丈夫だと思うけど、そう人といるとちょっと盛り上がっちゃうことあるじゃない。まあだけど静かに、まあでもあの本とかは多分めっちゃ静かにしないといけない図書館ではないので、なんて言ったらいい、ちょっとそれはまたさあの間違ってるかもだけど、市民が賑わうための図書館なんですね、あそこはね。なんて言ったらいいかな、難しいけど、そう本とか、うん、そう図書館だけじゃなくてイベントとかもするしたりとかあるから、なんだろう、そう、そうそうそうコミュニケーションの場、そういう感じ。なんかねいろいろやってたりするんだよね、イベントとか会、そう会議なんて言ったらいい、なん言葉が出てこない、なんかさなんだっけ
なんか何々について考えようみたいな、誰でも参加していいよみたいな、そういうのとかもめっちゃオープンなスペースでやってたりとかもするから、あと映画の試写会みたいなとか、なんか本当になんか本当に市民交流の場っていう感じだけど、図書館でもある、本当にいろんな魅力が詰まってる場所です。うん、憩いの場って感じですね。そうだね。あ、シンポジウム、そう、公園、あ、公園で、そう、公園とか、あ、みんなの行く公園じゃなくて講義の方ね。公園でも公園でもなく公園、そう、難しいね日本語って。そんな感じ。まあだからまあ静かに。よかったらみんなも帰ってきてくれたらいいんじゃないかな。あの木がいっぱいになる、葉っぱが、花、葉っぱ、あと家とか。屋上で公園もできそう。なんかね、屋上も結構いろいろ広いスペースがあって、夏とか、もう冬だからちょっと何もできないと思うけど、夏とかはあそこで何かできるんじゃないかな。暗い時にしか行ったことない。イルミネーション、イルミネーションとかもね、やったら綺麗そうだね。ミニコンサートとかもできそう。うんうんうん、めっちゃ広いもん、本当にすごく広い。会の終わりで拍手そう、でもそういう感じの場所ですね。屋上で子供たちが全力で走り回ってた、いいね。そういうところを見るの好き。ほっこり。11時になっちゃう。メール書きたいんだけどね。でも早めに終わりたい。明日はね、美晴さんの卒業公演だ。信じられない。あ、話さなきゃいけないことまだありましたね。ブースティファン祭りの映像がなんと今日公開されました。会員ガッタファンになるか、ブースティのメンバーシップに登録すると見れます。嬉しいね。そう、映像があったみたいです。うんうん、そう、なんか多分見に来てくださった方もきっとその日の思い出をよみがえらせたいと思うし、見に来てない方もあのみんな行った方の感想とかメンバーの感想とかいろんなのを見てきっと気になっていたと思うので、よかった、配信されて。私たちも嬉しいです。ちょっとメール書きながら、神イベすぎた。そうだよね、そう、そう言ってもらえてすごく嬉しいし、自分たちもそう思ってる。
練り歩き多いからまあまあさらされてた。そっか、そうだよね、まあそうだよね。結構練り歩いてたから、みんなが映らないことは不可能。来年2倍の値段出さとしてもいいから、嬉しい。でもね、本当になんか本当にみんなで頑張ったし、すごくいい経験になったライブだったので、来年もあったらいいな。まさか囲まれた人、なんかあれかも。なんかね、さっき見たらさ、なんだっけ、SKE さんの曲と NMB さんの曲は入ってないですって書いてあったから、その選ばれた人はどう映ってたのかな、曲だけ映ってないのかな。そうそう、ハイタッチ会、そうだね、ハイタッチ会もあったもんね、懐かしいね。もう2ヶ月、え、そっから2ヶ月経つ、そっからも2ヶ月経つか。え、ちょっと待って、ブースティー、ちょっと待って、ビスのイベントからもう2ヶ月、それは2ヶ月も経った。でももうすぐブースティーからも2ヶ月経つ。へえ、早いね、本当に。早いよ。誕生日付近にいろいろあった。そうだね、9月の下旬、10月の頭とかが忙しかったから。ほう、濃かったね。メール書いてるので静かでごめんなさいね。ああ、書きたいこといっぱいあるメール。メンフェスの公開収録もあったのか。
こう。詳しくはショールームをどうぞ。あー、それもありだね。レッグウォーマーはね、こうなった。ちょっと待って、見せてあげますね。それも編みたいんだよ。まだこれだよ。一生はないんだけど、レッグウォーマーまだこんなに足細くないからさ、ちょっと無理なんだけど。これはアームしか入らない。なんかいくら編んでも終わらないし、あのね、糸が頭あればできるかと思ったけど、2個あっても足りない。あと長すぎたよ。これが長さなんだけど、まあクシュクシュってするからさ、うん、こんなでよかった。ちょっといろいろミスってて、こんなでよかったし、あとすごい糸もあのいろいろ考えて買ったはずなのに、あったかくない、レッグウォーマー向きじゃない毛糸を買って編んでるから、ウール、そうウールで編むとあったかいですよって書いてあったから、めっちゃウール買って気ままな羊ちゃんね。ウール買ったのにさ、全然、多分全然あったかくない。どうしよう、中にカイロを貼りまくるとか。よいしょ、メールできた。きっと送れるでしょう。よし、そう、今日いっぱい編んでるんだけどさ、一生終わらないし、これは気づかなかったんだけど、多分メス編む数が変わっていて、あの見てほしい、わかるでしょ、これは誰が見てもわかるよね。どん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  このこっちにかかっこっちになるにつれて減っていること、斜めになっているの分かりますか？
なんかどっかで間違ってさ編む数減らしちゃったみたいで斜面になっているけど、まあレクオーマーなんてねいいんですよ、なんでもいい。でもさ、こっちも斜めってるのおかしくない？いや間違ってないんじゃない？だってさ、こっちが下がってるってことでしょ、でこっちも下がってるからこうやったらいいんじゃない？ほら間違ってないかな、どっちも斜めってたから、で左右対称非対称なんていうの、こうなってたのとこっちも同じようにこうなってたから平行四辺形みたいな。大丈夫、問題ない問題ない、うん、全然問題ない。あの売り物でも何でもないし、ユハが足につけるだけなので何でもいいです何でもいいけど、多分風も通るしあったかみもないし、どうしようって感じ。あとちょっとチクチクする。最悪なレッグを編んでる今ユハ、もしかして。なんかなんだろうな、別にチクチクするわけじゃなくてちょっと硬くて、これ靴下の上につけ、うんそうだよね、こういう生地が良かったな。これ何なんだ。そう毛糸を編んでるとさ、これアクリルだね、普通にアクリル毛糸で良かったのかな。なんかああ、なんか考えて買ったのが裏目に出たかな。そう作ってる途中で不満多いんですよね。そうなの。なんかしかも白で編み始めたけど白いレクを守ってるし、なんかでもね売ってないようなものにちょっとしたくて考え中、どうするか。あと早くこれ作り終わりたくて、早くこれを作り終わって違うものを編みたくて、なんかああ今この着てるやつがアクリルの布って知ったら、アクリルいつもアクリル毛糸使ってるからアクリルでよかったんじゃないって思ってる。悔しい。でもこれはあったかそうじゃない、メランジふわふわの。ちょっとこれだけで見たら岩か、岩みたい、おにぎりみたいだけど、これは何になるかわかんないけど買ってみました。アルパカがいいの？そうなの。あとこれ買った、ドリームキャット。かわいい。これふわふわの毛糸、これで作りたいものがあるから買った。かわいいよね猫の毛みたい。一回作ってみてまたすごいかわいい、絶対かわいいからあっていいと思うので。なんかねこういうファーの毛糸ってお店に売ってるの冬しかなくて、そうだから買いだめしたい、可愛いから。でも毛糸はもうすでに収納に入らないので、そろそろ買うのをストップしないといけないなって思ってます。しかも1個箱増やしたの、
この間さ、あの毛糸の収納に困ってて、ない、何入らないなら捨てなさいってネットに言われたって話したんだけどさ、入らないからもう一個買った箱でも、その箱ももうパンパンで、もうこれ以上増やさないって思ってるのに買ってきた。だから早く編めって思ってます、自分にね。早く編んでとりあえず減らしてくれ。こんな感じだな。あ、4個も買ったの。4個も買った。でも多分分量的にはこれで一つのものができると思うので、これ早く作りたいやつ、でもいらないやつ、いらないものを作ろうとして、レッグウォーマーだから早く完成させますね。あと萌の手が冷たかったから、萌にアームウォーマー作ってあげたいけど、自分にも作りたいから早く作りたい。なんか爆速で編みたいけど無理なんですよ、それは不可能だから。うん、まあそうだね、集めるの好き、本当にそうだと思う。いらないものではないけど、なんていうの、別に必要とはしていないもの、あったら可愛いなって感じのものを作りたいから、今早くレッグウォーマーを編み終わりたいし、レッグウォーマー、もう本当にレッグウォーマーへの不満しか言ってなくて申し訳ないんだけど、レッグウォーマーはねずっと同じ編み方をしてて、でもこの前も散々この編み方をしてリボンを作ったので、ちょっと飽きてきた。正直ちょっとこの編み方飽きてきた、形も変わらなくて。なんならリボンの方がか、あの編み方ちょっと違ったから、うん。ちょっと飽きてきちゃったのと、あと意外と完成が見えなくて心が折れそう。マフラーにはね、まあでもなる、このままずっと編んでけばなるけど、もっと心が折れちゃいそうだからやめとく。あとあったかくない。あったかくないから多分。でも服とかも作りたいんだよね、カバンとか。そう、作りたいものばっかり見つかって時間が追いつかない、時間と手が追いつかない。あとこれだけでまた一玉使い切るんだけど、本当にそう、これが一番の。なんて、編み物しながら配信しようかな、今度編み物配信。ゆうはがひたすらずっと編む。多分これは同じ編み方だから編みながらでも喋れる。いっそ太い毛糸で指編みとか、あ、ね、そう、太い毛糸とかもちょっと使ってみたいんだよね。タペストリーみたいなの作って後ろに飾る。確かに可愛い。なんか NGT48編みたい。そうだね、12月も公演今のとこ全部出演。確かにそれなら飽きないかも。そうかもね、なんか昼間とかそれこそみんなも作業用 BGM にもならない作業用の映像ですね。嘘、編み物配信待ってるまである、ありがとう、嬉しい。無言になりそう、な、無言になると思う。無言になっちゃうけど、でも何か喋ることがあれば喋る。
リオリンゴをしなきゃね。でもやっぱり冬毛糸の主役、何？冬はさ毛糸の出番だから冬にいっぱい作りたい。なんかもうめっちゃ一日休みとかの日とかにさもうずーっとただただ編み物だけをするっていう配信したら完成するのかな。時々ブツブツ独り言言えば彼女感たっぷりあるかな。あー手元を映しながらとか確かに顔じゃなくてねもういっそのことめっちゃ下にしてる。いいねって言ったけど顔写して、そうだよね顔を見たいですよね。カメラちょっと引いたらコメント読めない。あでもいけんじゃないかな。だってもう今この時点でちょっと低くしてて、もうちょっと低くしたら手、うん、もうちょっと低くしても手は写んない。ずーっと同じ編み方、針なくしたかな。でもこうこんくらいで編んでるからいつも。ギリ映んないぐらい。ギリギリ映らない。もうちょっと下げたら見えんのか。じゃあちょっと今度やろうかな。よいしょ。ほうほう。アディオリンゴねしないと。かぎ針何本くらい持ってる？なんかねすごいいろんな太さセットみたいなのがあって、それあるから10本くらいは。じゃあちょっとデュオリンゴタイムさせてください。失礼しますね。ちょっともうこのテロップは一回何でもつけとこう。今日のお洋服も編んだんだよって言えるくらいになったらすごい。確かにね、そうお洋服は見たいな。No, あ、間違えた。 No, I don't like that hat.考えてる。よし。世界一長いマフラーのギネス記録。何年間編んだらギネスになれるかな。私はこの店が好き。I like。私は。は？ちょっと待って、すごい意地悪なさ書き方されてきてる。今までってなんとかがとかはとかにとかそういうのは一文字ではって書いてあったのにさ、私はこので打ちたくてはとこので普通分かれるじゃん。
それなのにさ、今日さありえない別れ方してんだけど、バグってるバグかなって思うぐらい、箱のわ、私はこのをさ、はとこのじゃなくて箱とのにしてる。そんなこと見つけらんないかったよ。試されてるね。今日箱の日だ。すごい箱多い。英語のレッスンなのに、本当にそうだよね。英語のレッスンなのにね。肉の日で、そうだ。いい肉の日ですね今日。Is this white T-shirt on sale? Yes, yes, yes. That T-shirt is on sale. Like, is this small bag? I work here. I work here. 私はここで働いています。Do you work at this store? Okay. 私はここで働いています。I work here. また? I work here. Do you work here? 終わりました。終わりました。箱の日でした。初めて箱で問題出された。いいね。デュオリンゴ本当に面白いから、みんなやってほしい。ぜひ。そう、無料でできる。本当にそう、無料でここまで楽しめるのすごい楽しいし、ちゃんと勉強できるから。セクションはまだね2とか、本当にノルマだけを達成していつも終わっちゃうから全然進んでないんだけど、セクション2、ユニット4です。あ、青木さん、ありがとうございます。審査員特別賞、とても嬉しいです。びっくりしたけど、びっくり。デュオリンゴなんてやってる場合じゃない。なんかね、ありがとうございます。とてももう本当に嬉しい。ありがとうございます。参加ありがとうございました。ありがとうございました。すごいみんなで頑張れていい期間になりました。しかも憧れのビッサーに乗れることが嬉しいですみんなも北村を今後もよろしくお願いします。お願いします。本当にね、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。確かに青木さんのアバター目が可愛い。わかる、目可愛い。本当に頑張ってよかったね。ね、もう嬉しい。
めっちゃなんか本当に頑張った期間だった。嬉しい、楽しみ。背筋が伸びちゃうね。ね、もうみんなも楽しみにしてくれててすごい嬉しいです。そうだよね、分かりやすく伸びたよね。本当そうですよね。うんね、どんな違反になる、確かにどんな違反になるかな。楽しみ。新たな一面が見えるかな。ね、どうだろう、どうなるかな。かっこいい系かかわいい系か、どうだろう。でも結構おしゃれな感じだよね。紀ノ国屋さんの名前写真つくのかな、どうなんだろう。本当に頑張ってよかった。本当にそうだね、嬉しい。どっちもいけるよ、ありがとう。どっちもそう、どっちもね似合うって言ってもらえたら一番嬉しい。かっこいいもかわいいも。確かに前髪作らない、そうだね、前髪ないのが多いイメージ。イハでもよくやるから抵抗はないですよ。あ、そうだ、話そうと思ってたことを思い出した。今日で全然話変わっちゃうんだけど、今日そう、今日話したかった話、本当はメールに送ろうと思ってたんだけど話題が渋滞しちゃった。みんなは何もさ、今日何かあったことは知らない、今日何かあったわけじゃない、去年の今日初めてのグラビア撮影をしたんですよね。そう、すごい鮮明に日にちを覚えてて、ああもうそれから1年経ったんだなって。そうだったんです。そう、去年は撮影がいつぐらいだったか全然言ったことなかったけど、そう結構早くて1月発売だったけど、そこが始まりの時だったので、すごい鮮明に日にちまで覚えてた。ね、もう1年経つの早いね。そう、この期間にそうだからさ、メンフェスなんて本当に行けなくて、でも終わってすぐ行った、経典さんに。
謎のこたつクイズそうそうだね、こたつもクイズしたね。そう、絶賛メンフェス中だったよね。そう、本当にこの期間だったから。生誕終わってすぐくらい、あ、そうだ、そうそう、生誕が19とか。その分今年メンフェス参加できてる。そうね、そう、その分今年は結構いけてる、よかった。まあそんな感じですよ。そう、それが言いたかった、思い出した。そうだよね、びっくりしたよね。うん、ちょうど手元にプレイボーイあったの、すごい、そんなことある、ありがとう、見てくれて。めっちゃ湧いた、嬉しい。そうね、びっくりだよね。この1年でグラビアの撮影何冊になった、わかんない、結構本当に想像以上に、その時ちょうど1年前はそんな、こんなにさせていただけると思ってなかったからびっくりした。グラビアやりませんかって言われ、なんかグラビアやりませんか、なんて言ったらいいかな、グラビア、そのシュープレさんは本当に、うん、そう、そういうことだよね、やりませんかって、シュープレさんでグラビアどうですかって。なんか一年の振り返りをするくらいの季節なのか今って、あれ、うん、待ってね、濃いよ今年も。そうだね、振り返り配信どこかでしたいですね。そうね、12月になったらかな、さすがに。まだまだ振り返るにはちょっと早い、まあ明日、明後日には12月になるんだけどね。え、怖、早いね、明後日12月になってんだ、え？カレンダー昨日じゃなくてこの前、なんか3日前くらいにカレンダーやっとめくったんですよね。11月のカレンダーにしたんだ。でももう終わるんだ。
残念遅いけどまたいいの。もう別にカレンダーを見るためにカレンダーしてないから、トンチキサキナさんを見るために飾っているようなものなのでいいの。チキサキナさんのこといつから好き？NGT 入る前から好き。それこそあれだったんだよね、 NGT のこれ言っていいのかな、分かんない、最終オーディションの人、なんと、ん？そ、ん？あんまり記憶が鮮明じゃない。ファムファタールさんが なぜかとか言って、そう、なぜか新潟に来てくれた時があって、それが最初オーディションの日と一緒で、チェキとかも取れた、チェキ会とかもあったんだけど、行きたかったけど、なんとそう最終オーディションに、そう最終オーディションに行けると思ってなくて、チェキ会の方が先に決まってたから、あ、全然チェキ会にきっと行くことになるんだろうなって思ってたら、なんかびっくり仰天、最終オーディションのお知らせ来てて、あ、どうしよう、なんかどうしようも何もないんだけど、めちゃくちゃそのチェキ会行く気満々だったので、まさかの日にちかぶりでだったけど、やっぱり NGT になりたかったから、なりたかったし、なんかわかんないけど、なれると思ってたわけじゃないけど、ちょっとなんか呼ばれている感じがしたから、いや、まあ、チェキ会はもう全然東京とかでもどこでもあるし、自分で行けばいいじゃん、もちろん。でも新潟に来てくれてるっていうその事実が嬉しかったから、まあもうそれは本当に、もしもそこでファン心を優先してたら、ゆはちゃんには会えなかった。そうそう、そうなんですよ。そんなことがありました。でもしっかり、なんかちょうどロフトでポップアップショップみたいなのをやってて、オーディションの前に行ってきて、行ってしっかり楽しんでからオーディション行ってました。
そこで頑張る力を得て、これで頑張れるって思って、そうエネルギーチャージして、そうそうそう、ユーハと出会わない世界線嫌だ、嬉しい、そう言ってくれて、ユーハもみんなと出会わない世界線は嫌です、なのですごく嬉しい。だしやっぱりチェキ会は全然今大人になって、なんだろう、新潟に来てもらわなくても行けるようになったので、自分が大人になったからどこにでも出向けるのでいいんです。だからいつか行くんだ、今すぐにでも行きたいけどね。でもそれこそ、そうトンチキさんもビスさんのモデルされてて、それ見て憧れてた部分もあったし、好きな世界だったので、だから嬉しい。最近めっちゃトンチキさんの話しちゃうね。5回に1回くらいしてるかも。カレンダーがあるから、カレンダーの話すると絶対そうなっちゃうね。全然全然全然何も認知、ユーハの存在すら認知されてない、一回も会ったことない。ユーハの本当に何だろう、画面の向こうの人っていうレベルの推し、こう身近な推しとかじゃなくて、そうです、在宅在宅、足がしびれてきた在宅オタクです。え、11時半なんだ。そう、ひっそりとね。でもさ、なんか本当に自分がこうだからだし、本当になんか自分がアイドルになってやっと気づくじゃないけど、なんだろう、本当にいろんな応援の仕方があるなとは思うし、なんだろうな、こうショールーム見てくれてる人だけがファンの人とか、そういうわけでもないじゃん。 SNS をさ欠かさずチェックしてくれるけど、劇場とかは行けないから、会ったことはないけど応援してるよみたいな人もきっとたくさんいてくれてるわけで、なんかそういうのってすごく嬉しいなって思う。こうやってなんだろう、ユーハがみんなの顔をさ、顔も名前も一致してるみんなもいれば、ユーハは何も知らないけどそう応援してくれてる人もいるわけで、もういろんな人がいてくれて嬉しいし、ね、嬉しい。でもなんかまず自分を応援してくれる人がいることがすごく嬉しいよね。深い話になりそうだけど、このまま行ったらなんかね、それ考え、ふと考える時がたまにあるけど、そんなんさ普通に生きてたらないじゃないですか。特別賞の名前と、そうなんです、ありがとうございます。そうだから、なんか本当に幸せだなって今思う。
だってさ、だってだよ、なんかなんて言ったらいいかな、そうだよね、ユーハファンじゃなかったらおじゃいかな。だってラーメンはさ、好きな人のためにラーメンをさ、なんか1日3杯もお腹をいっぱいにしながら食べることなんて、食べてもらえることなんてないでしょ。自分のためにね、自分のためにだけなわけでもないけど、そのようなものじゃないですか。それもそうだし、本当になんか毎週会いに来てくれるのとかもそうだし、ずっとね SNS とかもチェック、欠かさずにチェックしてくれたりとか、なんか本当に全て全て全てが嬉しいな。応援団長が NGT につなげてくれたからおじゃ行くことになりました。嬉しい、ありがとう。そう、なんか何を言おうとしたんだっけな。そうなんだよね、だってさ、やっぱ友達とかでもそんな自分のために何時間を作って休みを取ってくれて、東京から新潟まで毎週会いに来てくれるとかさ、そんなことないじゃないですか。こんなに愛されること今後の人生であるのかな、ないだろうなって思ってる。あるのかなじゃなくて、ないんだろうなって思って、今すごく幸せだなって思いながら活動してます。深い話する、いや深い話には意外とならなそう。なんかもうそれに尽きる。あ、またそれとかこれとかで締めちゃった。そう、本当になんか幸せだなって、ただそれだけ。喜びしかないよ。だってさ、いや、そう、またこれも最近よく思うんだよね。なんかこの世に今アイドルってマジで本当にいっぱいいるじゃないですか。もう溢れるんじゃないかくらいいるじゃん。本当に、しかもいろんなアイドルの方がたくさんいて、もう本当にみんなが魅力的なのに、そんな中で見つけてもらえて、それがすごい幸せだなって、幸せだなしか言えなくなってる。なんか奇跡だしね、今こうやって出会えてることが。本当にそれはもう、なんかのタイミングがなかったらきっと出会ってないと思うし、うん、ありがとうございます。ずっと NGT 好きでいてよかったって、うん、嬉しい。そうそう、なんか自分のおかげでその NGT のファンをやめなかったよって言ってもらえることとかもすごい嬉しくて、推しが卒業してどうしようかなって思ってたけど、ニハは推しになったよとかもすごい嬉しいし、いっぱいの中から見つけ出せてハッピー、ありがとう。ユーハもハッピー見つけてもらえてすごい嬉しい、嬉しい。推し以上の存在、嬉しい、ありがとうございます。
何、推し以上の存在は何だろう、銅像とかも、銅像例えば絶対違う、推し以上の存在で銅像には絶対なんだよね違う、なんか何だろうって今考えてて、何レジェンドとかなって思ったけど、ちょっと分かんないなって思って、偉人とか、そう偉人とかもそうです、銅像になれるくらいかなって。銅像ではないですよね何だろうこれコメント早くなった、もう せっかくいいこと言ったと思ったの、ごめん、なんかゆうはが変なこと言ってした。いやそうね、置物銅像になるのかもよでもまあそんな感じだよね、そんな感じだよね、絶対違うよね、そんな感じじゃないよね。まあなんか、うん、でもね、推し以上って言ってもらえるのはすごい嬉しいね。なんかもう生活に必要不可欠な存在になりたいな。ゆはがいないと生きていけないって言わせたい、みんなに。ひなたさんは銅像が一つ目標の一つ、あ、そうなんだ。じゃあ、あながちゆうはは今間違ったことを言ってないね。もうその存在？本当？それがガチ恋なのか？そうなの？そういうことか。でもそうはなりたいな。まあそうはなりたいけど、なんかそこまでいかなくても、なんかな、今何言おうとしたんだっけな、なんかイハがいるから頑張れる、そうこうなりたい、生きられないはちょっとイハがさ、もしもね、あ、もしもっていうか、まあいつかは卒業する時がきっと来ると思うけど、そうなった時にもうダメだってなっちゃうのは嫌なので、ゆはが行って人生ハッピーって、ゆはがいるからちょっと人生ハッピーになったぐらいの感じで、そう頑張る理由になりたい、そういうこと、そうなんかゆはがこれ頑張ってるから頑張ろうって思えるように、思ってもらえるようになりたい。うんうん、そう心の支えね、そうだね、そう生活を彩れたらいいなって。ああ、よかった、いつも幸せもらってる、よかった、ありがとうございますうれしい、押してて楽しいですよ、よかった。そうなんかさ、メールでも話したけど、押してて楽しくなるにはもっと多分楽しくなる方法があると思うのに、ユーハはそれを提供しきれていないんじゃないかなって最近思って、どうしようかなって。考えてるけど、そう12月は公演強化月間、そうあの間違ったからね、それ強化月間ね、強化月間に
しようと思ってっていうのも公演本当にたくさん出演させていただくし、ここだけの話いろんなポジション、あのいつものポジションだけではないんでちょっといつもよりもいろいろ見れるかなくらいなので、そう、どこで何するかは言わないけど、まああのいろいろやる、いろいろやる、いろいろやるっていうか、うん、なんか最近本当にずっと自分のいつものポジションばっかりだったんだけど、結構転々とするので見逃さずに見てくれたらいいなと思います。どこで何をするか言えないということは、どこかで何かをするそうだね、どこかで何か、まあ それぞれあるのでね、どこかね、だからいつものポジションの日も言わないし、そうではない日も言わない。冬バージョンになるのかな、どうだろう、どうだろうってか、いつなるんだろうね。でも秋の曲好きだから、ゆうはずっと秋でもいいな。そんなわけにはいかないけど、そんなわけにはいかないけど、ずっと冬がいいな、あ、ずっと秋がいいな。とりあえず匂わせを感じております。でも匂わせも、匂わせないかな、わかんない、どう、その日のポジション、その日までなんかワクワクしながら待ってる方がいいかなって思うけど、どうなんだろうなって思う。うん、そうそうそう、結局イハの匂わせは弱いので鍵取れない。予想士たち予想士っていう名前があったんだ、予想士たち、ザーザー、そうだね、予想してくれてる方たくさんいますもんね。つまり毎回来いよ、そういうことですね。毎回来てくれたら嬉しいな、それは当たり前にね。やっぱりね、ペンライト振ってくださる方が多い方が楽しい、なんか楽しいというか、自分の何、やる気にもつながるので、やる気にもつながるっていうか、すごい嬉しいなって思うから、うん、でも本当に本当にみんながいろんなポジションを覚えてる公演だから、もう予想もできないくらいのいつも感じになってるんじゃない。特別賞おめでとうございます、ありがとうございます。うん、そうね、そこがまた楽しいポイントですね。そうね、そうだからね、何を強化するか、またそれもなんだろう、今考えてるけど、とりあえず、なんだろう、いつもとは違う感じが見れるよっていう感じです。12時までになっちゃうね、今
うん、でもそう、それだけじゃなくて公演だけじゃなくて、なんかさ、そのメールで何か言った、なんだ、何押してて楽しくなるようなこと、それってなんだろうなって思うけど、なんだろうな、今日か明日か明後日か、何のこと言ってんだろうって思ったら、今日か今日か今日か、そういうことね、今日今日か今日か月間の今日か、何が今日か明日か明後日かなんだろうって思った。そうだね、久しぶりだね。2時間メンフェスも12月10日までだし、そう、意外とすぐ終わっちゃうんだよね。足が痺れてきた。そう、何が楽しいかな、なんかね、床がツルツルする、足がしびれてて、うん、何ね、なんかね、分かんない、難しいけど、そうそうだね、みんなが返信、うん、返信してくれたりして、それを見ていろいろ考えたりしてます。なんかやっぱみんなの意見も参考にしたいから、なんかこういうのしたいなとか、こういうのやってほしいなとかあったら何送ってください。何のことも気にせず、なんかこういう、うん、なんだろう、何がある、わかんない、お揃いしたいよとか、あとはなんか旅したいよ、旅したいよ、ちょっとわかんないけど、おたともからいろんな意見聞いた、ああ、それもありがたいですね。旅したいよめっちゃ意味わかんなかったけど、あとなんだろう、新しいことというか、やったことないことに挑戦するとかか、うん、なんかそんな感じかな。やったことないことでもなくていいんだけど、なんか刺激が欲しい。ちょっとわかんない。うん、なんか刺激が欲しいんですよね。今。わかんない。なんて言ったらいいかな。みんなが楽しんでくれたらそれがいい、それでいいんだよね。その多分本当にユーハにとってもみんなにとっても今ユーハがいること、みんながいることが当たり前になっているから、当たり前はすごく嬉しいことだけど、なんかなんだろう、もっと楽しいって思えるような何かが欲しいなっていう、マンネリしないように的な、あ、そんな感じ、そういうこと。だから難しいねって。料理萌えゼリフでいい、萌えゼリフそれはうん、それはまあ要検討ですね。そう思ってもらえてること嬉しい、ありがとう、嬉しい。公演のシンポジト、そうだね、公演の新しいポジションも覚えたい。
とりあえず焼き鳥パーティー、もう焼き鳥パーティーは本当にもうあのいつの話にを戻してきたかわからないくらいなので、本当に何かやるタイミングがあったらやる、うん違う、やるタイミングがあったらじゃなくて、中途半端な時にはしないってもう決めた。そう、そういうのもありましたよね。そう、何かおめでたい、何かの時にいつかやる。去年の生誕祭で、生誕祭あのディスプレイでもう焼き鳥パーティー開いていただいたので、結局豆腐パーティーしかしてない。そうそうなんですよね。あの時は多分何かとパーティーをしたかったんでしょうね。ああそうなんだ、2000人記念だった、かなり昔の話ですね。審査員特別賞めでたいパーティー、確かにめでたい、間違いない。焼き鳥、しかももうさ、そんなこんな言ってるうちに二十歳になって焼き鳥屋さんに普通に入れるようになったからいいね。いつでも楽しめる。たまに素材決めてパーティーしてもいい。パーティーね、パーティーか、何パーティーならいいかな。おでんパーティー、鍋パ、なんかね、現実的なの何なんだろうね。多分この部屋に火を持ち込むことはちょっと危険なので、でもたこ焼きとか作りたいな。他の同期の子たちと TikTok トークを極めてほしい。ああ TikTok ね、そう、それも本当にみんなが楽しみにしててくれるのであればめっちゃやりたい。そんな危険なそんな危険なこともないけど、なんか怖いじゃない。狭い部屋でガスコンロ怖い。一回ガスコンロの火がポッてだったことがあってなんかそう、あのね、お店でなんだけど、なんかわかんないけど火がポッてなったことがあって、全然火事とかにはなんなかったんだけど、なんか怖いので、怖くてそっからガスコンロね全然使ってない。カセットコンロ、あそうそう、カセットコンロマジ怖かった。でも鮮明に覚えてる、高校生の時でしたね、怖かったでも暑くもなんともなくて、全然あの謎だった、めっちゃ謎の感じだったんだけど、もう火がほーってなってたから怖かったです。いろんな漬物用意して食べ比べ、楽しそう、それいいね。ゆうは好きです、漬物。でも大変そう、漬物集め、自分で漬ければいいのか。新しい趣味になりそう、漬物。そうね、もっと大変だね。何がいいかな、あと。最近頭が柔らかくなくて、全然なんかいいアイデアとか思いつかなくなっちゃった。編み物と漬物やだ、なんかいろんなものが好きになっちゃってるね。お菓子、うん、シンプルにお菓子はいいね。グミとかね、
最近ぬか漬け趣味、おお、すでに趣味だったんですね。ぬか漬けね、やったことあんまりないな。やったことない、当たり前だけど食べたことないなんか。あーでも最近なんか勉強、あ全然パーティーじゃなくなっちゃうな、それパーティーと真逆なことなんだけど、何かを勉強したくて最近。免許も興味あるから乗り物、そうだね、でも乗り物乗ったらパーティーできない。みんながおのおのアイス用意して食べたこともあった。そうだね、それは結構最近、あのビスイベントのお疲れ様かなだったかな、それ以外でもやったかな。そうリオリンゴじゃ物足りなかった。そうなの、なんかいや英語の勉強もしたいんだけど、英語じゃなくて、英語もだしけどなんか違うこと、そう資格とか、資格まではいかなくても何を勉強したかったのかな。あ、なんかそれこそファクトリーガールのロケに行って、またあやばい11時55分ですって、全然45分だと思ってた。そう、なんかまあだから勉強したい、やりたいこと今いっぱいある、編み物とかね、編み物もやりたいし勉強もしたいし、なんか時間も足りなくて。なんか中途半端なところで終わっちゃうんだけど、明日は美晴さんの卒業公演で、寂しいですか。結局そこそこ熱い話、そうだね、涙なしでは、うん、無理ですね、多分ね泣いちゃうよね。積もる話はまた別の機会に、そうだね、11時56分、はい、じゃあ誕生をお読みします。13位玉広さん、ありがとうございます。12位ケイヤさん、ありがとうございます。11位エチゴパワーさん、ありがとうございます。10位ヨッシーさん、ありがとうございます。9位マッチンさん、ありがとうございます。8位あつこさん、ありがとうございます。7位北村の定住水道橋博士さん、ありがとうございます。6位 N さん、ありがとうございます。5位とうかさん、ありがとうございます。4位早風さん、ありがとうございます。3位やおさん、ありがとうございます。2位大関さん、ありがとうございます。1位ぎわさん、ありがとうございます。ありがとうございます。予期せぬ長長時間配信になっちゃったけど、ありがとうございました。明日ね、寂しいけどお見送りしましょうね。ありがとう、いろいろ話せて楽しかったし、本当にあの審査員特別賞も嬉しいです。みんなありがとうございます、いつも。それではまたまた、明日はできないと思うから、また今度、またね、おやすみ、バイバイ。